すげえ昔に買ったソフトクリーム機が使えるか試してみるぞ。現在アイスが食べたくてすごく昔に買ったソフトクリーム機を探してる。結局一度も使わず奥底に眠ってしまったのだ。あった。でもこれかなり前だけど使える。ということで今日はこいつが本当に使えるのか試してみようと思います。やっぱり昔に買ったから埃まみれ。これ綺麗にするのはなかなか大変そう。しかも遠い記憶だとスライム入れて遊んだような、だから変な匂いと色まで。ねえ普通にアイス買いに行こう。もう絶対普通にアイス買ってきた方が早いって。おい早く手伝え。なんとか綺麗になった。あとは冷やしておいたこいつに材料を入れれば。待て、ここに材料入れるの？見た目だけ綺麗でも絶対まだ何かしらの隙間に何かしらの物体とか挟まってるって。おなんか回ってる。面白すげー。中でトロトロになってぽくなってきた。これならお店に行かなくてもお家でアイスが食べれる。アイス完成。我ながら見た目は完全にソフトクリーム。後で胃薬買おう。さあ問題は味だけど。あ、味はまあまあうまい。なんとも言えないけど、まずい。なんかお腹痛くなってきた。俺もなってきたかも。